どうもこんばんは、中野敦史です。それでは動画を撮りたいと思います。予想を得た感想について話したいと思います。ロト6の予想をしてみて、やっぱりロト7より予想はしやすかった。当選できるかどうかは分からんけど、平均10回に1回の当選確率だから、次当選できるかどうかはちょっと分からんけど、予想だけで見たらロト6の方がしやすかったな。ロト7は本当に難しい。2回連続あれかい。だから、かなり大変だった予想するのは。もう一度簡単なチェックはするけど、数字はもう変更することはないかな。変更するにしても、ロト7は難しすぎて、どの数字がいいのかちょっとわからないから、多分、あの二口で勝負すると思う。今本当にロト7は難しいから、ロト6もまあ難しいのは難しいねんけど、まだ可能性はあるかな。そのうまくパターンが来てくれたら、当選するチャンスはある。ただそのパターンが、なかなか来ないんだけど、だから10回に1回のペースの、その当選やねんけど、パターンがうまく来てくれたら、この前だって当選できたもんな。でもパターンが来なかったから当選できなかった。だから、木曜日、ロト6当選できるかどうか、自信があるのは一口目は3つで、二口目2つかな。二口目はあんまり自信ない。来るかなと思って予想したから、自信持って予想したわけではないから、正直、微妙かな、二口目は。だから、二口目は少し変更するかもしれへんけど、一口目は結構自信がある。初めにピンときた数字を予想したから、当選するとしたらやっぱり一口目かな。二口目は本当に自信がない。いやー、やっぱり口数が少ないとなかなか難しい。この時期は年末ジャンボ発売してるけど、金曜日か。まあその年末ジャンボに比べたらまだ当選はしやすいかなとは思う。年末ジャンボは10枚買ってやっとまっとう当選するぐらいやもんな。まあ運がいい人だったら高額当選できるかもしれへんけど、10枚じゃほとんどの人がまっとう止まり、よくて3000円とかだから、やっぱりそれと考えたらまだロトの方が当たりやすいかなとは思う。まあ外れることの方が多いけど、口数少なくて、ロトは当選できるから継続さえしたら。でもジャンボはやっぱり枚数買わないとなかなか当選ができない。まっとうは来るけど、なかなか3000円も当選が難しい。だから僕は年末ジャンボ買わんねんけど、その、ロトと同じ購入の仕方してたんじゃ多分、そやな、まっとうも難しいん違うかな。運が良かったらマット当たるかもしれんけど、4枚で、今ロト6か4口購入してるけど、ジャンボも同じ買い方、4枚でしたとしても、300円当たるかどうかっていうところやな。運が良かったら当たるかな、みたいな感じ。だから、それから考えてもやっぱり、ロト6やロト7の方が、まだ当選しやすいかなと思う。他の宝くじと比較してもそうかな。トトやビッグ、ナンバーズやビンゴ5と比べてもやっぱりロトの方が当選はしやすいと思う。実際7回当選してるもんな。まっとうやけど、たった2口で、7回当選できてるから、多分、ビンゴとかナンバーズ、トトビッ
額だったら、本当、1回当選できるかどうか。1回当選できたらいい方、違うかな。60回、70回やって。今多分それぐらいやってると思うねんけど。ロト6は7回当選できてるから。だから僕は一番当たりやすい宝くじだと思う。ロト6、ロト7。その少ない口数でするんだったら一番ロト6、ロト7、このあたりがいいんちゃうかなって思ってる。ミニロトはちょっと難しいねんけど、ロト6やロト7は努力さえしたら、継続さえしたら、絶対に当選できるから。だから僕は、そうやな、その2つだけ今やってるけど、他のくじは本当に難しいもんな。たった2口だったら。2口では当選しないと思う。他のくじやったら。ロトだから当選できる。ただ、外れの回数はまあ確かに多いねんけど、でも、他のくじよりは、当たる回数は、多いかな。他の宝くじでロトと同じ買い方しても絶対にこんなに当選はできないと思う。10回に1回ぐらいやもんな、ロト6は。10回に1回当選は絶対に無理やと思うわ。たった2口で。だからこれからも僕はロト6、ロト7を継続して予想し続けたいと思います。まあ他の宝くじについて軽く動画で触れることはあっても購入することはおそらくないかな。それぐらい僕は難しいと思ってるから、他の宝くじ。相性もそんなに良くないし。それでは今日はこれで終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。